ズオリおばちゃんの工房だよ。内理師を辞めた後、ここを閉鎖したの。どうやら部族のみんなが騙されてたみたいだね。なんでここに他の人がいるんだ？悪事を働くなら悪い人を雇って協力してもらうのが定番でしょ。まとめてぶっ潰せ。手加減はなし。俺の実力を見せてやろう。世界を熱狂の渦に。くらえ。じゃあ行くよ。どよめく神力、火炎を刻め。装置はまだ動いてるみたい。制御装置を探して運送車を動かそう。それによれば先に進めるはず。よし、先に進むよ。
け。すぐ追いつかれるなんて、ずいぶん足が速いのね。上を見ろ、ニーガがいるぞ。あいつ何するつもりだ。私は嘘なんかついていないわ。最初から最後までただ娘のニーガを救いたいだけ。今はまだ私の子じゃないけど、全てが終わったらこの子は本物のニーガになるのよ。今はって一体どういうことだ。もう理解したようね。そう、私がやろうとしているのは記憶を利用してニエガを蘇らせること。あの子は八神の国に長く居すぎた。暗いのも寒いのも苦手なのに、ニエガを一人にしたのは私よ。だから必ず連れ戻さないと。怖がらないで、ニエガ。お母さんは何も忘れてなんかいない。あなたの名前を今も覚えているわ。おそらく、あんたが考えてる通りだろうね。じゃあ、上で横になってるのは誰なんだ？同じ集落の子よ。この子の両親は、以前のアビスの侵攻で命を落としたの。でも偶然、この子の誕生日は私のニエガと同じだった。この子を引き取ってずっと面倒を見てきた。そうすれば少しは楽になると思ってね。初めてお母さんと呼んでくれた時すごく嬉しかったわ。けど急に怖くなったの。この子は本当に私の子？私の子の名前はニエガ。ニエガ以外にいない。どうして嬉しいと思ったのかしら。私のニエガはまだお母さんを待っているのに、私が連れ戻してくれるの？言ったはずよ。ニエガを連れ戻すためなら私は全てを捧げても構わないって。今こそ全てを捧げる時なの。私が持っているこの役立たずの小命にもそろそろ役に立ってもらわないと。力を貸してくれないのなら、ニエガの孤名のために燃料となりなさい。シロネン、まだ動かないのは周りの冥国図を観察しているからね。無駄よ。燃焼冥国は全て配置した。冥国図もとっくに機能し始めているわ。あなたがアイデアをくれたおかげよ。この中枢冥国はニエガの本当の孤名になる。ニエガが帰ってきたら誕生日会に招待してあげるわ。おい、まさか強行突破するつもりか？
この冥黒図には穴がある。もうすぐボロが出るからうちの合図に合わせて。ニエが大丈夫、心配しないで、お母さんがいるからね。さん、ずっとそばにいるわ。決してあなたを忘れたりしない。ニ、さあニエが早く目を覚ましてお願いだから早く。一、大丈夫よ、安心して、もうすぐお母さんに会えるからね。ニエが、近づいちゃダメ。この記憶は歪んでる。この霧は歪んだ記憶の叫びだよ。触れたら支配されて二度と自分を取り戻せなくなる。どこにいるの？薬なんて飲みたくない。痛い、痛いよ。どうして私しかいないの？ニエがどうして？薬なんかいらない、ずっと一緒にいて、もう見捨てないで。ラゾーリ、あんたはその手でニエガという名を全てを束縛する檻にした。そろそろその子の声を聞いてあげな。泥まみれの水石、こだまするテペタル、集い散り燃え尽き、よみがえり死ぬ神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。お母さんが一緒にいるから、ニエがずっとずっと。お母さん、私ずっとそばにいたよ。やっと耳を傾けてくれた。古き枝に息吹新芽、生いし花を守る若葉、巡りし晩鐘、共に大地へ帰らん。知り合って随分経つのに会うのは初めてだね。あなたがニエガなの？うん。あなたの名前は？私はニペカ。素敵な名前だね。ニペカ、私は昨日のあなたに祝福を捧げる。これからの明日が何の憂いもなく幸福であらんことを。ニエガがいたわ。私と会話もしたのに、どこへ行ったの？ねえ、ニエガ、ニエガどこにいるの？聞こえたら返事してちょうだい。お願い、お願いだから。シロネ、あなたも見たでしょ、私のニエガを。この手で触れて抱きしめることもできた。方法は間違ってなかったのよ。ええ、そう。あの灰色の影も何か些細な誤差に過ぎないはず。もう一度やれば、そう、もう一度やればニエガはきっと。おばちゃん、まだ気づいてないの？気づく？何に？何も間違ってなんかいないわ、何も。あの子は私のことを怒っていて無視しているだけよ。あの子は昔からわがままだったから。ええ、それくらい仕方ないわ。おばちゃん、いい加減にして。燃焼冥黒で呼び出したのは本物のニエガじゃなかった。おばちゃんはみんなからニエガに関する思い出をたくさん集めたけど、
一つ忘れてる。集めた記憶の中には本物の思い出以外にも無数の感情が混じってるってことに気づかなかった。みんなが重病のニエガのお見舞いに来た時、どんな感情を抱いてたか。死に瀕した子供の手を握りながら、ニエガの弱々しい呼吸、絶望に満ちた目、そして徐々に下がっていく体温を見た人々は、悲しみと痛み以外に何を感じると思う？私はそういった感情まで。その感情はすべてあんたの手によって燃焼冥国に取り込まれ、実在する過去となったの。さっき灰色の人影がいくつか現れたでしょう。あれは過去を映した姿。彼女たちはニエガの最後を繰り返すことしかできない存在なの。逆に本物のニエガが伝えようとした言葉は、どれも歪んだ悲しみによって上書きされてしまった。そんなつもりなかったの。私はただニエガのことを記憶に刻んで、あの子にもう一度会おうと。ニエガはずっとおばちゃんのそばにいたんだよ。おばちゃんに役に立たないって言われたコメイは、ずっと前から全てを記録してた。あらゆる手を尽くし、何もかもを投げ出してまで娘を救おうとしたのは紛れもない事実。自分のコメイの意味を忘れたわけじゃないよね。私のコメイはウンドゥグ。そのコメイはあんたとニエガの間にある揺るぎない家族愛を刻み続けていた。それなのにあんたはそれを見て見ぬふりしてきたの。名前とは過去から未来への祝福。これおばちゃんが教えてくれた言葉だよね。ニエガに名前をつけて最初の祝福を送ったのはおばちゃん。けど今その人は自分の手でニエガの名を檻に変え、罪のない子供を、そして自分をも閉じ込めた。ニエガは私の全てよ。あの子がいない未来なんて考えられないわ。祝福はニエガがいなくなってからは一度も感じられなくなった。私の手を握りながら、痛いから抱きしめてとお願いするあの子の夢ばかり見るの。けどね、何も見えない。ニエガを抱きしめられないのよ。目が覚めるまでずっとただ名前を呼び続けるだけ。毎日毎日自分のことを憎み、コメのことを憎んだわ。あの子ももしかしたら。ニエガも自分のことを憎んでるって思うの？おばちゃん、ニエガが最後に残した言葉、本当の遺言を覚えてる？それは。祝福を感じられないのは本物の過去を忘れたからだよ。おばちゃんはただ自分が想像した記憶に使って現実逃避してるだけ。過去をなくした名前は根のない枯れ木に過ぎない。朽ちる以外に未来はないの。これでおしまい。おばちゃん、これで全部終わりだよ。おい、ゆっくりで大丈夫だぞ。なんなら横になった方がいいんじゃないか。ここで横になるのは良くないか。シロネ、ニエガ、ニペカはもう立てるみたいだ。すぐそっちに行くから待っててくれ。ありがとう、パイモンお姉ちゃん、旅人お姉ちゃん。私なら平気だよ。ニエガお姉ちゃんが助けてくれたおかげでもうそんなに苦しくなくなったの。へえ、よかった。もし本当にニエガになっちゃったら、この物語も勇敢な手食いと同じになっちゃうからね。ここでおしゃべりするのもあれだし、場所を変えよっか。ラゾーリはどうするんだ？安心して、おばちゃんはもう危険な真似なんてしないから。
うまくいくといいな。ほら行こうぜ。じゃあ行くよ。これでよしっと。おばちゃんは鍵をかけた部屋の中でぐるぐる巻きにしといたよ。後で集落に連れてってちゃんと罰を受けさせないとね。今はここを離れて日向ぼっこでもしよっか。あんだけ大暴れしたし、もうヘトヘト。一気に全部終わらせちゃうなんて、シロネンって本当に仕事が早いな。にしても今思い返すと恐ろしいよな。自分の養子をニエガに変えようとするなんて。しかもあと少しで成功しちゃいそうだったし。そうだな、カウントダウンするシロネすっごくかっこよかったぞ。一瞬で距離を縮めて一気に肩をつけるんだもんな。ニペカがめげなかったおかげだよ。この子が勇敢に何度も助けを求めてくれてなかったら、そう簡単におばちゃんの計画には気づけなかっただろうし。ううん、シロネンお姉ちゃんとパイモンお姉ちゃん、そして旅人のお姉ちゃんが勇気づけてくれたおかげだよ。それにあれは私が思いつく最後の方法だったんだ。これまでにも何度か試したの。でも家によく来てくれたおじさんやおばさんたちはラゾーリさんの言葉を鵜呑みにしてこなくなるか、私を信じてくれないかでね。それに何を話しても病気のせいだってラゾーリさんに丸め込まれちゃうの。あの人が涙を流せばみんな慰めるばかりで、誰も私の話を聞いてくれなくなった。私が送る手紙も受け取ったプレゼントも全部ラゾーリさんに確認されてね。少しでも言うことを聞かなかったら変なお薬を飲まされちゃうんだ。それを飲むと何日も眠っちゃうし、記憶力もすごく悪くなっちゃうの。寝ている間はいろんなものが見えて、周りの壁も四六時中喋るようになって、毎日が怖かった。今回も失敗したら私本当に諦めてたかも。オイラたちがそばにいるから安心しろ、ニペカ。これ以上お前を傷つけようとする奴がいたら、旅人とシロネンがすぐぶっ飛ばしてやるからな。ごめん、我慢できなくて。お前は十分勇敢だったぞ。しかも助けを求めた相手がシロネンなのは、ひひ、大当たりだ。シロネンは涙でごまかされるようなやつじゃないからな。こいつは人の話をしっかり聞くし、どんな些細な点も見逃さないだろ。そんな些細な点を聞けたのもあんたたちのおかげ。二人がいなかったらニペカも助けを求めるメッセージを送れなかったでしょ。もしうちが声をかけに行ってたら、きっとラゾーリおばちゃんは警戒してこの子をまた部屋に閉じ込めてただろうし。ひひっ、じゃあオイラたちってば結構重要な役目を果たしたってことか。でもあいつも大胆だよな。集落の人だって本物のニーガの顔くらい見たことあったはずだろ。別人って気づかれるのが怖くなかったのかな。その可能性はあるね。ラゾーリおばちゃんが作った燃焼名国はみんなからニエガの過去を集めるだけじゃなく、その記憶を消すこともできるから。落書きで例えるなら、まんべんなく絵の描かれた壁に新しいものを描くには
まず古いものを消さないといけない。もしかしたらうちもおばちゃんのターゲットの一人だったのかも。だから中枢冥国をあっさりうちに渡したんじゃないかな。それを知った上で受け取ったのかよ。オイラだったらきっと遠くに投げ捨ててるぞ。ま、リスクを犯さなきゃ真実だって手に入らないっしょ。それにこの手で中枢冥国をバラしてなかったら本当の狙いに気づくこともできなかっただろうし。つまりお前は最初からあいつを疑ってたってことか？全然。だって親戚のおばちゃんだよ。最初から悪者扱いだなんてありえないって。せいぜいその可能性と対策を頭の片隅に置いてたくらい。結局最悪の結末になっちゃったけどね。でも苦しんでた子供を助けられたし、結果オーライってとこかな。さーて、祝勝会の健闘を称え合うコーナーは終了。全部片付いたし、ニペカはもう安全なはずだよ。チロネお姉ちゃん、私これから何をしたらいいんだろう。もちろん好きなことをやっていいんだぜ。もうお前を部屋に閉じ込めようとするやつはいないからな。でも私何ができるかわからないの。私が知ってることはどれもニエガお姉ちゃんと同じだから。好きな料理や花、喋り方、普段の振る舞い、ニエガお姉ちゃんじゃないのにお姉ちゃんじゃないといけなかった。わからないよ白根お姉ちゃん。私どうしたらいいの？安心してニペカ、燃焼冥国はもう機能してない。別人になることを強要する人はいなくなったから。けど自分の名前以外何も覚えてないの。もしかしてこのまま何も思い出せずに過去を全部捨てることになるのかな。白根お姉ちゃん、怖いよ。どうしたらいいの？泣かないでニペカ。ほら、これをあげる。ラゾーリおばちゃんが保管してた鉱石をちょっと拝借して作ってみたんだ。燃焼冥国じゃないか。シロネン、お前も作れたのか？いいよ、別物だよ、これは。ただの綺麗な石ころ。見て、ニペカって名前が刻まれてるっしょ？これはあんたが最初にもらった祝福。あんたを愛する二人からの心のこもったプレゼント。これがニペカを守って、ずっとそばにいてくれる。過去も未来も現在も、あんたから離れることはない。でも、お父さんとお母さんの名前すら覚えてないんだよ。私、何も。何もかも元通りになる、だなんて。大口は叩かないよ。あんたを待ってる未来がどんなものなのかうちにもわかんないし。けど一つ言えることは、この先どんなことがあってもその名前だけは消えたりしないってこと。これは一人の内理師からあんたに送る祝福だよニペカ。あんたはこれからゆっくり成長してく。苗木がすくすくと伸び、鳥が空をいつも羽ばたくようにね。ニペカって名前はあんたの原点であり、あんたの成長を導く道しるべでもあるんだ。自分の名前、そして経験した全てを胸に刻むの。そうすればきっと未来に向かってどう進めばいいかわかるはずだから。うん、頑張ってみる。その意気だぜニペカ。ありがとう白根お姉ちゃん、パイモお姉ちゃん、旅人お姉ちゃん。まあどうしてもやりたいことが思いつかなくても大丈夫だよ。気楽にやるのが一番だからさ。同じ集落の人間なんだし、そん時はあんたのことを知ってる年寄りを探して羊を調べてあげる。結果が出るまでうちの工房にいていいよ。茶碗が一つ増えたところでなんてことないからね。
まあうまくいくかわからないし、誰に聞けばいいかの見当もついてないけどね。そういう運任せの方法を当てにするなら、まずは自分の力で地道に頑張ってみてからの方がいいっしょ。まあそう深く考えないでやってこ。じゃ、うちはラゾーリおばちゃんを集落に連れてくね。リペカも一緒に来て。あ、そういえば晩飯がまだだったよ。好きな食べ物とかある？え？私？好き嫌いは特にないから、何でも大丈夫だけど。オッケー。じゃあ行こっか。やることが山ほど残ってるし、しばらく休めそうにないね、こりゃ。ああ、そうそう。一つ言い忘れてた。誕生日おめでとう。ニペカ。くれたんだ。ちょうど全部片付いて今から休もうとしてたとこだよ。まだ検討中だってさ。コメイの技術を使った犯罪なんて参考にできる事例が限られてるからね。パカルはしばらく頭を抱えることになるんじゃない？ただラゾーリおばちゃんの工房は完全に閉鎖されて、作りかけの燃焼名刻は処分されることになったよ。もう完成してる燃焼名刻についてはうちが対応することになったけど、はあ、また面倒な仕事が増えちった。とにかくおばちゃんの孤名に問題が生じなかったのは不幸中の幸いだよ。じゃなきゃ今頃やばいことになってただろうし。ああ、孤名といえばいいニュースもあんだ。燃焼名刻に取り込まれた記憶は元に戻せるんだって。全ての燃焼名刻の機能が停止したら、記憶は元の道をたどって持ち主のところに戻るみたい。そういうこと。でも今になって思うとさ、おばちゃんはニエガを取り戻そうとしてみんなにその存在を忘れさせたんだよね。けど本当にいなくなった今、こうして思い出せるようになるなんて、ほんとめちゃくちゃ。今はうちの工房で休んでるよ。部族の人にも相談して出自を調べてもらってる。その結果が出るまで時間がかかるだろうし、しばらくはあの子の世話をしながら鍛造の技術でも教えよっかなって思ってる。ま、どれも今後の話だけどね。今はゆっくり眠らせてあげないと。睡眠を十分にとることこそ面倒事を片付ける上で一番大切だからね。 Yeah.